4月28日に香港のクイーン・エリザベス2世カップで史上初の3連覇を飾ったロマンチック・ウォリアー、センシックス・シャム、父・アクラメーションが予備登録済みの安田記念、6月2日、東京芝1600メートルに参戦する。10日、JRA が発表、香港のサウス・チャイナ・モーニング・ポスト紙はマクドナルドとコンビ継続で臨むと報じた。 昨年10月28日のゴー・コックス・プレートを合わせて G1 を7勝し、距離も 1200m から 2040m まで勝ち倉がある実力馬。宝塚記念、6月23日、京都芝 2200m と両睨みとなっていたが、マイルに狙いを定め、初の日本遠征に臨む。同じくマクドナルドが騎乗していた、もう1頭の香港馬ボイッジバブル、1 5 0 0 はパートンとの再コンビで安田記念に参戦することがすでに報じられている。